ついにやってまいりました。本日はトレーラー納車の日。今からキャンピングカー屋さんに向かう。 Here we go。 ここでキャンピングカーを選ばずにキャンピングトレーラーを選んだ大きな理由は、はい、何ですか妻？リベンジする。バカ野郎、エースケを手放したくなかったからですよ。こいつをまだまだ相棒としてもっともっとね、一緒に旅をしたいけども、さすがに手狭になってきた。じゃあどうしようかっていうところで、あえてトレーラーを引っ張るという形で、利便性、快適性をね選びました。さあもう少しでキャンピングカー屋さんに到着します。到着したぞ。キャンピングカーだらけ、キャンピングカーだらけ。あいつがそうじゃないでしょうか。ついにご対面です。ちょっと外装はかなり年式相当傷んでおりますが、もうね、色を塗る前提で気にせず購入しているので、ここは全く問題なしです。店長さん、早速説明を、はい、お願いします。付属品としまして、はい、まあ、外部電源用のコードと、はい、まあ、オーニングのロッドですね。オーニングのロッド、はい、はい、でこれがここのカバーになります、はい、あとガスタンクが、はい、2つとも新しいのを付けさせていただいて、はい、ありがとうございます。まあ、ガス系を使うときは、はい、緩む方に、はい、まあ、あまり回しすぎず、はい、まあ、1回転とか1回転半ぐらいで。そんなんでいいのね、はい、回しすぎると、うん、多分ガスの匂いが出てきちゃう可能性があるので、このぐらいで十分使えます。はい、はい、で、まあ、ここの元栓が一応これになるんですけど、はい、今これ開いてる状態で、はい、こっちで閉まるって形ですね、うん、でこっち側を使うときはここも、まあ、弁みたいな形になるんですけど、まあ、矢印こっち側になればこっちから使えて、こっち側にするとこっちからって形。あ、ダブルではないのね。そうです。一個ずつ。一個ずつ。なるほど、予備端として使うんだ。そうです。でこれ充填は柏店でやってもらえる。柏店でも大丈夫です。はい。その時ってどうすればいいの？まあ、前もって連絡してもらって、はい、まあ、ただその場での充填はできないので、うん、あの数日扱ってって形。あ、そうなんだ。はい、じゃあ2回行かなきゃいけないのね。そうですね。面倒くさい。すげえな。これが2つあるって。あの、かなりの容量だと思います。そうだよね。かなりの容量だよね。そうですね。これ1本でどのぐらい、目安としてざっくり。8キロなんで、どんくらいかな。中の使うものにもよると思うんですけど、まあ、冷蔵庫とかだったら、うん、もう本当に丸5日間、6日間ぐらい回してても、いいんじゃない、うん、ボイラーあんまり使ってると、減りやすい。まあ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 、そういうことだよね。わかりました。はい。で、ここのバゲッジドアが、このサブバッテリー、はい、で今回新品に交換させていただいてます。これで容量はどのぐらいですか？これ105アンペアです。105アンペアをワットアワーにするとどのぐらい？ワットアワーにするとすぐ出るわけないよね、うん、まあ、容量的にはそんなに多くはない。そうだね、まあ、基本的には外部充電させながら、はい、うん、使っていただくとか。外部充電 100V は、はい、差しっぱなしでも大丈夫？ずっと、つまり、はい、日常的には実はこれそのまま部屋として使いたいと思ってるんだけど、はいはいはい、なんでもうずっと差しっぱにしたいんだけど、本当ですね、ずっと永遠に差しっぱは良くないと思います。良くないんだ。一応過充電防止っていうのはついてますけど、はいはい、言っても結構電気関係ってシビアなので、うん、いくら防止がついててもあまり供給しすぎてしまって何かが起きるってことがあると思うんですよ。中で、何かするっていう時は、はい、まあ、つなげながら作業してもらっていいと思う、まあ、そうじゃない時、ただ置いとくだけっていう時は、まあ、バッテリーが充電になってるようであれば、うんうん、あの抜いてもらった方がいいです。なるほどね、わ、はい、かりました。でこちら、これがボイラーを使う時に取ってあげて、はい、でここから排熱されますので、ここから排熱してもらう。ここが、外部電源のコードですね、はい、で外部電源を奥までさせていただいて 100V のコンセントから、まあ、充電と中のものを使えると。続いてトイレ、トイレよく教えてください、はい、じゃあ、まあ、ここから、はい、あの給水してもらって、まあ、これがゲージになるので。ああ、なるほど。行けば、まあ、満タンになります。それはあのプッシュプッシュした時に出るお水。そうです。で、こいつはしたものを出すときは、うん、はい、あの、この黄色いレバーを下に下げながら引いてもらって、はい、ああ、今ね、はい、
下も出すときはここから。ここからドボドボドボっと。なんかここが、はい。でこれをひねると、はい、まあ、ここが開くような形になりまして。洗浄用。で、あと、うん、まあ、ここから出すときに、これを押していただくと、うん、うん、まあ、固形的なものも出やすくなるみたいな。うん、まあ、圧とか、そういうもので、うん、あの、固形のものも、駆使されるって形ですね。うん、はい、え、じゃあ、どうやってんの？これを押しながら。あ、もうな、こうやって、こういう、こういうふうに押しながら。ああ、はいはい、プッシュプッシュして、ダバダバってやる。これ、差し込むと自動的にここが開くのね。今、抜くときは勝手に閉まってくれたってこと？いや、開かないです。あ、開きますね。開きます、開きます。うん、ここは、開いて、うん、で、中のレバーを上げると、ここも開くような。これをじゃあ戻すと、そうだね、今、見えた。蓋が開くわけだ。お、そこにも。はい。で、これが給水口になる。これは給水。はい。ってことは、タンクは出せないってことだね。まあそうですね。まあ、ホースとかも繋がっちゃってるので、基本的にはタンクは出せないです。ってことは、こっから満水であるかどうかの、確認というのは、あの、溢れてきたら満水って形、特に残量計もないので、うん、給水タンクの上に開けるキャップみたいについてるんですけど、うん、それちゃんと閉まってないと、うん、溢れないで、前からも出てきちゃう、はい、中から出ちゃうかもしれない、気をつけないと、はい、了解しました、はい、鍵閉めれば固定されます、ね、はい、さあ早速お待ちかね、はい、中、うん、あ、ここは網戸ないの？扉は上から、あー、あったあった、はい、よかったよかった。これで夏も快適。ここまでですけどね。なんでやねん。ここまでで、これを、ここに閉じれば。なるほど、なるほど。はい、上だけ。あれだ、犬飛び出し防止かなんかなのかな。じゃあ、はい、上がらさせてもらいます、ね。お願いします。お邪魔します。よいしょ。あ、まず、はい、ボイラーの方から説明させていただければと思うんですけど。はい、お願いします。ボイラーにも、元栓っていうのがあって、はい、今閉まってる状態なんですけど。これのこと？そうです、そうです。はい、まあ、その配管に対して平行になれば、うん、うんうん、開いてる。開くって形。なので、まあ、基本的に使わないときは、うん、まあ、閉じた状態で。はい。で、使うときは開けてもらって、はい、あそこにあるのがソーラーチャージャーっていう形で。これ？はい。ソーラー、これソーラーついてんの？この車。ソーラーついてます。おっと。はい。見落としてたな。いらなかったですか？うん。あ、雪とかに弱いかもしれない。そりゃそうだね。いやいやいや、あったらあったで助かる。一応まあ今、満充電の方で緑色点灯してるので、はい、まあ問題なく充電されてるかな。どこに点灯してる？ああ、これね。はい、本当だ本当だ。ソーラーは、常時、はい、充電してくれてる感じ？ここにじゃあスイッチがあって、はい、これ切ると充電切れます。これ、はい、これがオン、ソーラーのオンオフ。そうです。あ、本当だ、書いてあった、はい、ソーラースイッチ。じゃあまた乗ってない時はオフにしといた方がいい？あ、いや、ソーラーはずっとオンでいいです、ね。オンで大丈夫。はい。はい、あとあっち右奥の方にインバーターがついてまして、はい、はい、見えます。はい、あれバッテリーと直でつながってる形になるんですね。直ね、はい。なので、まああれオンにして。あのインバーターのコンセントが使えるようになる、うん、あ、じゃあここからも 100V が取れますよと、はい、1600W まで、はい、でかい、切り忘れだけ注意してもらえれば、これも電気食っちゃうんだもんね、はい、分かってる、使う時だけオンって感じですね、はい、であとそこに AV モニターっていうのがありまして、 AV モニター、はい、まあ、今オフにしてるんですけど、はい、右側のパワーのところをオンにできます、パワーオン出ました。それで、まあ、今の電圧とで電流の方にすれば何アンペア使われてるのかっていうのが見れるような形で、電圧は出てる出力の強さ で電流にすることで使われている、はい、どんだけ使われてるかっていう感じです、ね、今で 0.1 なんかが動いてるってことね、まあ、待機電力程度、まあ、なるほど、ソーラーチャージャーとかかもしれない、はい、あとはボイラーの使い方になるんですけど、はいはい、まあ、形としてはボイラー内に水を溜めて、はい、溜めた水を温めるみたいな、はいはいはい、そういう形になるんですけど、はい、でボイラー内にどうやって水を溜めるかというこのお湯側、うん、はい、一番熱い側で出してもらって、うん、まあ、今普通に出てるので、うん、こうやって出てる状態だったら、うん、もうボイラー内に水が溜まってるって形になります。で、溜まってないときは、エア抜きって言って、うん、まあ、エアみたいな送り込んでる状態。はい、ポコ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 するんで。問題なく、出るようになったら、水が溜まりましたよって合図になるんで。はい。すると、ここにボイラーのスイッチがあるんですけど、これ？そうです、そうです。これですね、これボイラー。はい、で、あとは温度調整してもらえれば、40分から1時間後ぐらいで使えるような形になりますね。オフ。
これでオフです。これでオン。で、温度は、あ、今、着火、着火の音。じじ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 。はい、着火。ただいま、ボイラーが動きました。で、温度はここで調整すると。この赤の位置で温度が決められますと。では、オフります。まあ、ボイラーの使い方は、以上、こんな感じです。たったこれだけ。そうです。一応、まあ、30分から1時間以内の間に、あったかくなるような形になります、ね。なるほどですね。保温してるってことですね。で、ある程度温まったら保温状態、はい。ああ、なるほど。ストックしていくって感じね。そうです。まあ、混合線って形になるので、はい、まあ、一番熱いお湯だったら多分全然触れないぐらいだと思う、ね。でしょうね、60度。まあ、水と合わせながら使ってもらうような感じです、はい。はい、はい、はい。はい、そして。コンロとか冷蔵庫とかの元栓がここになります。はいはい、なるほど。これが冷蔵庫。冷蔵庫。鍋膜がコンロ。コンロ、はい。で、これが FF ヒーター。で、この状態で開いてます。縦、はい、で開いてるんだ、今度は、はい。まあ、押しながら回してもらえれば、はい、今、ちょっとスーッと落としてるんですけど、はい、ガスが出てるので、うんうん。で、イグナイターっていうのがないので、チャッカマンとかで。なるほどね。着火させるような感じですね。はい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 、シンプル。二口。はい。で、あと冷蔵庫ですね。はい。まあ、スリーウェイって言って、外部電源挿した時と、うん、走行充電が効いてる時と、うん、あとガスっていう形になるんですけど、はい。まあ、ここをまず回してもらって、まあ、外部電源挿す時はこれで使っていただくと。はい、でヘッドシェアで繋いで走行充電の時は、これにしてもらうと。うん、ただ、走行充電の場合は、うん、ヘッド車からここまでの線が、うん、まあ、長いと、これを起動させるまでの電圧までいかないケースが多いんですよ。はい、バッテリーチャージャーがついてないと、多分起動しないですね。うん、どっちみちその、キャンピングカーの冷蔵庫っていうのは、うん、冷凍食品とか生物とか、うん、そういうのを冷やすっていうのはなかなか難しいものになってくるので。で、あとガスの使い方なんですけど、はい、押しながら、まあ、その冷蔵庫をあんまり使ってなかったりとかすると、うん、エアーが噛んだりだとか、まあ、年式にもよるんですけど、うん、何回かイグナイターをしても着火しない時があるんですよ。うん、そうすると、一回オフにして、3分ぐらい待ってから着火させるとか、そういう、使い方になってくるんですよ。へぇ。ちなみに着火はどこでわかるんですか？あそこに窓があるんですけど、ある、ある。あそこに青い炎が見えるような形になるんですよね。ちょっともう一回見てもらってもいい？はい。つくかな？こう押しながらイグナイターを押すんですけど、うん、すぐ離しちゃうと、うん、消えちゃう。消えちゃったりするんですよ。ああ、ついてるついてる。はい。あそこから、ファイヤーが見えれば OK、はい。で、またこれ冷やすのに30分とか ?1 時間ぐらいはかかっちゃうかもしれないです。なるほどね。はい、ポータブル冷蔵庫の方が便利だね。押しながらイグナイター、はい、イグナイターパッチンパッチン。押しながらイグナイターを何回か、はい。で、このマックスミニマムっていうのは温度。温度というか火力調整ですか？火力調整。まあ、要は温度調整なんですけど。はいはいはい。で、全、まあ、使い終わったら。全、ペーにすると。はい。はい、一番上にして。はい、FF。だって FF ヒーターなんですけど。はい。回しながら。あ、やっぱりカッチンなのね。なかなか。もう一発で。ついた？つきました。この角度だったら見えます。見えた、見えた、見えた、見えた。はい。着火。はい。これは？これが、温度調整。温度調整。火力調整です、ね。火力調整。火力調整で。はい。で、こっちが、はい、風量調整っていう形になります。なるほど。で、オートでやりたいときは、こっちを A にしてもらって、はい、まあ2とか3とかにすると、うん、サーモセンサーで、うん、まあ自動的に調整してくれて、うんうんうん、で、手動っていうときは、こっちに変えてもらえれば、まあ常に3の風が出るみたいな。それで、あ、そうか、あの辺の吹き出しからも、出てるわけだ。ああ、なるほど。ああ、こっちも。はい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 。あ、これは、すごいね。で、消すときは。そこでオフ。はい。やっぱしばらく経ったら、あ、そうね。音が消えると思う。なるほどなるほど。FF ヒーター、こちらが。スイッチポンプ。このポンプスイッチを押すと、各ポンプ、水中の中のポンプがオンになって、吸い上げられるような。形です。水道。まああとシャワーですね。シャワーと水道だけです、ね。なるほど。はい。
で、あとこっちが、まあ、外部電源のブレーカーっていう形になるんですけど。これがブレーカー、はい。はい。あ、外部電源のね。そうです。で、中のコンセントであまりにも使用電力が多いと、うん、バチッと落ちる可能性があるので、うんうん、バチッと落ちたような感じがしたら、うん、あそこが下がってる可能性がありますから。なるほど。ここをチェックすると。はい。はい、あとはトイレですね。まあ、シャワーは、蛇口ひねってもらえれば、同じように。水が、はい、出るようになるのと、はい、トイレですね。はい。手前の丸いやつが、回していただくと、あ、これもポンプで動いてる。そうです。流すときは、プッシュだね。はい。これ回せば、開け閉める。ああ、そういうことか、はい、そういうことか。だから、開けた上で、これをやった方がいいんだね。はい。あら。素晴らしい。で、あとこっちのルーフベンチレートですね。はい。あ、まずは手動で上げて、はい、開けて、あれと一緒だね。マックスファンとかと一緒。あ、一緒だよ。フィアマだ、これも。はい、まあ、ここで風量調整と、はい、ここでインアウト、うんうん。で、これがサーモスセンサーになって、はい、まあ、これで、まあ、自動的に温度調整みたいな形になるんですけど、マックスどのぐらい？はい。お、結構。うわ、うるせえ。ここで、吸気排気を変える。はい。二つ、今まだ開けてるんですけど、はい、まあ、このチェーンをつけないと、うん、車検が通らないっていう問題があるので、はい、チェーンはつけさせていただいてます。わかりました。収納。収納。あ、すごい。こんな潤沢に収納があると。何入れたらいいかわかんないです。そうだね。いや、使っていくとだんだん分かってくるんだよ。何があると言えない。この扉もね、取っ払っちゃおうと思ってんだよ。常時開けたい。で、ここにエアコンを入れたいの。置き型のエアコン。で、穴を開けて、排熱をさせて、蛇腹で出るんだけど、うん、エアコンがね。ここに置いておいて、うん、サーキュレーターとかで攪拌すれば、うん、一通り説明受けましたけども、はい、どうですか？ちょっとね。うん、どういう風に使ったらいいかまだわかんないけど。そうだね。そうそうそう。急に広い空間ができちゃったから。本当だね。キャンピングカーを超越して、うん、部屋をね、うん、持ち運ぶようになるので、なんつうの、その、使い勝手の良さ、悪さっていうのは全く、キャンピングカーとは違う風になってくると思うから、うん。うん、まあ、楽しみではあるやね。ね。うん。どんな旅ができるか。そうだね。旅したらすごい分かってくるね、うんうん。これがあったらいい。さあ今度はね、肝心な接続とかを教えてもらう人だからさ。いやー、すごいな。本当に家に入んのかこれ。ドキドキ。サイドブレーキ。はい。下ろしてもらって。これがサイドブレーキ。こっちはサイドブレーキ。かかったらロック。下げたらアンロック。そして、まあ、こうやって、あ、あ、本当だ。こんな簡単に動くの？はい、はい、はい。あ、めちゃくちゃ軽い。予想以上。あ、見て。あ、本当だ。あ、安心。これを知っただけで。これは一人で。ほら。あ、行くね。うん、だから、ちゃんと後ろとか見といてもらえれば。これやっぱこのサイズだから。まあそうですね。まあ750キロ以下だったら、こんな感じで。はい、行きます。セッティングを通して、はい。これでボールの高さに合わせて、ジャッキアップ。それで、合わせて、ジャッキを下げる。ここカッチャンが、そうです。で、カッチャンして、はい、ここがポコって出れば、うん、ちゃんと噛みました。噛みました。はい、はい。まず全部上げる。ちょっとね、うん、画面見てて、うん、あ、そういうことなのね。そこ中は飛行機のように。そうです。もう一回、じゃあ、カッチャンって言うまで。はい。あ、いった。それで、そのまま巻き上げる。巻き上げる。で、緩めて、引っ張り上げて、ガッチリ。そうだよね。ガッチリしてないと走行中に、そうですね。コトンって内調しちゃったら。で、しっかりと、こいつで固定。この緑色が出たら、OK。わ、こいつも、はい。ガッチャン。はい。あれ？ロックしない？あ、それを下ろすことによって、ああ、そういうことか。はい。なるほど。で、
こいつに、はい、こうだ。セットアップ完了。めちゃめちゃ不安いっぱいなんですけど出発したいと思います。はい、はい、大丈夫かな。すごいドキドキしてきたこんな長い俺を。そうだね。果たして無事家まで着きますか。ここからちょっと練習に行きましょう。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。よしじゃあみんないいか準備は。動いてますよ。動いてますよ。動いてる。わお、どうもありがとう。Dude, that father is 10 and permed!